正吾、あなた伊佐子ちゃんのこと覚えてないの？なるみさん家の伊佐子ちゃんよ。Thank you.
ナマステ、ショウゴ。何があったんだよ、ショウゴ。ただいま私、悩んでます。なんて顔に書いて。すげえどすくらい感じだぞ。何？平行四辺形の面積の求め方か。それだったら何も考えずにただ底辺と高さを掛け合わせるんだよ。いやなーに、よく言われるよ。そういう科学もいちいちこの程度のことで無礼するんだから、律儀な人だね。ま、その気持ちもちろんいただくよ。店長、オーダー。うまいやつ正午につけといて。うちの店のものはどれもうまいよ。じゃあ一番高いやつ正午につけといて。はいよ正午。靴を投げてよこすとは何事だよ。なんか言ったか？もしもし。うん、そうか。よし、そいつはニューヨークが明け次第すべて売りだ。うん、あ、いや、まだ1時間ほどはかかるな。わかった。できるだけ急いで切り上げよう。このミーティングが終了次第、どんどん行っちゃおう。至急 Z をよこしてくれ。時間は有効に使いたい。とりあえず現状をざっと報告してみろ。場合によっては俺は協力を惜しまない。面白いことなんだろうな。だから言ったろ、まだ断言はできないって。で、それでどうなったの？何を悩んでるんだよ、教えろよ。いや、それは深刻な問題だな。究極の選択だ。だから早く説明してみろ。ねえ、翔吾くん、教えて、お、ね、が、い？うわ、気持ち悪い。こんばんちーす。あ、マグロ、まだ夕方だぞ。お前のラブはどうなった？
星が綺麗な夜ですね。地球はやっぱり丸いんだな。僕はなんでそんな素晴らしいことを今まで知らずに生きてこれたのか。マグロ、なんか進展したんだな。何々、面白いこと？次はいよいよ、足利島大花火大会で。お、やらしいことをもくろんでるんだな。店長に報告しよっと。ランランラン。私の方が冷やかしがいがありそうだな。ロンロンロン。ほっ、そう、ついにアクションを起こすんだな。だったらこれ持ってけ。足利島大花火大会のチラシだよ。こういうアイテムがあった方が話題が弾むだろう。うまくやれよ。あー、俺ってなんて親切。ナユタは家の中にはいないようだ。ガレージの方を確かめてみたのか。私に？何のために？私はあなたと話すことなど何もない。失礼。ないな。正吾？失礼。あたし、ガレージにいたのに。わざわざ謝りにここまで来てくれたの？花咲く足利島大花火大会、このチラシそうでしょ。行く行く、もちろんだよ。誘ってもらえるなんて感激。そうだ、正午ガレージの方来てみて。新しい構想が浮かんだの。
て新しい水着買ってないから。私の水着姿見たくなかった？なーに？それ見たいの？見たくないの？どっち？私はショーゴに見てほしかったね。だってすごいから。すごいんですよ。さてと、花火までは時間がたっぷりあるから、その辺探検して賢者の石&世界を支配するザ・リング・オブ・パワーでも探し当ててみよう。よし、生地を探し当てちゃうぞ。